みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。見つめ合い、にこやかに仲睦まじく。大谷と夫人のまみこさん、27、が、オールスター戦で試合前恒例行事のレッドカーペットショーに手をつなぎながらナ・リーグの一番手で登場した。髪をアップスタイルにし、ノースリーブの純白パンツドレスに身を包んだまみこさん。左手薬指には宝石のリングが光っていた。普段にはないか こう楽しみにしていたと思うと妻を思いやった大谷はブラウンのスーツを着用し、球場では見せない結婚指輪をつけていた。試合会場であるアーリントンのグローブライフフィールドに隣接した華やかな特別会場で、193センチの大谷と元バスケットボール選手で180センチの布陣が並ぶ姿は、モデルさながら、まばゆいばかりの存在感を放っていた。 裏地には昨年から飼っている愛犬、デコピンの姿が何枚もプリントされていた。レッドカーペットにデコピンも連れて、犬の散歩をするのでは、との期待もあったが、トイレでもしたら、ちょっと困るので、ボルスバ番をしていましたと笑いを誘った。大谷夫妻が歩みを進めるとサインや写真撮影を求める体制のファンも同時に動き、大きな歓声が上がった。 公の場でのツーショットは5月2日にドジャースタジアムで開催された球団のチャリティーイベント以来。カーペット上で米メディアから過去最高の瞬間を問われると、WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックは特別な思いが強い。今年はそれを超えるようなシーズンになれば素晴らしいと答えた。昨年3月の侍ジャパンでの世界一に続き、ドジャース1年目でのワールドシリーズ制覇に決意を込めた。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。